では決定のゲーム記憶をアクリされてやっていきたいと思います。さあハロウィンも最終日となってまいりましたので、今日は最後の追い上げ、今日こそケサルを捕まえたい、行ってみたいと思います。奥歯じゃないですか、奥歯、今日の初奥歯拾っとこうぜ。奥歯お前めっちゃ接してるな。お前なんだお前、生え方の悪い親知らずか。何これ、スケルトンコスチュームワイバー、ありがとうございます。最後にいただきました、なんか ありがとうございます。おちょっと待ってくれ、これつけようぜ。なんかさ、頭のクリスタルだけさ変わんないらしいからさ、ルイズめっちゃバチバチの色だからさ、すごいのなんじゃないこれ。今ならみんなの誕生日言えそう。パーコさんと呼んでください。あそこにも奥歯があるぞ。あっ、おいレックスだって、お今日やべえぞ、お最終日だからって、おなんかバッキバキに来てんぞ。おこれお前リーパーとかもよこせよ、もうリーパーくれ、リーパー。でこないださ、なんかこないだっていうかずっと、あティラコレオだ、こんにちはす。あー140捕まえます。これイベから、これ何から、ノーマルだよねこれ。あーノーマルかーノーマルかー、ティラコレオのノーマルから微妙よな。ちょっとティラコレオにテンション上がったけど、一応明日のね朝5時までだから、うーんって感じ。そしたら次は、てか次こそケツァルのポイントいくか。やばい、奥歯に引き寄せられていく。目的を今日絞っとかないとね、絶対やばいから。俺いつもみたいにやったら横道に次ぐ横道で大変なことになるから、ケツァルとかなんだっけみたいな感じになるから。このメガテリマジいい色してるよね。言ってるそばから言ってるそばから、あ50よかった、50でよかった。これ135以上だったら俺確実にあれテイムしてた。うわケントルやべえ色。ケツァル優先とは何だったのか。ケツァル優先するから、キリ。あ、沼地はね、最初行ったんすよ。行ったんすけど、湧いてなくて、なんかデストロ下手だからいないのかなと思ってね、今全国をね、回ってるんだよね。なんかさ、前回からさ、マジでケツァルが出ないんだけど、前回の放送もさ、めっちゃいなくてさ、見るポイントさ、みんな多いからさ、いろんなとこにいると思うんだけどさ、今開始1時間ぐらいでさ、結構ぐるぐる回ってるんだけどさ、マジで集まったのがキャンディーとかだけ、あとはスキン。マップの座標が高い、なるほど。おい、おまた来たよ、ラプトルだ。次なんか今日絶好調だね、めちゃくちゃ今日俺スキン取れるんだけど、やばいわ。俺で風俗に行っても大丈夫、大丈夫、スキンは僕が持ってるから。はいすいません失礼しました。待ってくれみんな、離脱するのはまだ早い、もう夕方なんで軽犯罪。やった、軽犯罪で済んだ、書類送検でお願いします。ちょっと実刑だけは、実刑だけはなんとかなんとかお願いします。あ、なんか赤いのいるよ。あーカリコやばい、20か、あー20か、色100点満点中820点だった。これマジかー、カメお前最高。あー95、マジかー、なんかいい色なんだけどな、いい色ちょいちょいいるんだけど微妙よねー。うわ、お前めっちゃいい色じゃん、オッケー。いや、この道道最高でしょ、色目移りがすごい。いやもうね、それはね完全に俺は悪くない、アークが悪い。アークがこういう色を用意してるの、いやだって僕はねケチャロを、ね、捕まえようとしてたんですよ。完全に人のせいを100% 出していくスタイル。あ、来たー、来たー、ドードー、やったね、ドードーゲットだぜ。ジビペット200回やったの、めっちゃやったじゃん、超お疲れ様です。来たー、ドードーワイマンマスク付き、ありがとうございます。はい、俺さドードーワイマン倒したんだよね。歴戦の強者感出てるわ、歴戦のツアーだっせ。ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。いやこれは嬉しいよ、これは嬉しいよ。あやばい、鳥に鳥が乗って飛んでるぞ。
ありがとうございます。これはいいぞ。今日やばいね。奥歯運がやばい今日。大丈夫かなこれ。ちょっと俺、これ配信終わったら奥歯見るわ。虫歯になってないかどうか。ちょっと。自分の奥歯が心配になってきたわ。こんな奥歯の運良すぎて。どうだお前今どうもすいこと聞いて。スーパーちょっとありがとうございます。これ来ちゃいましたよ。ありがとうございます。消されてなんか奥歯に全てに使ってる。いや、今日やばくない今日。これ見てこれ。あ、このトリケラ以外全部さ、あれだよ。奥歯で取れたんだよ。ワイバーン、ラプトル、ブロント、レックス、ドード。これやばい。しかも1時間ぐらいで雑に回っただけでこんな取れたからね。やばいこれ。とんでもねー。びっくりした。いやー、びっくりした。今日、奥歯から近所のおばちゃんに今出てきました。くっさ、それ。絶対臭いじゃん、それ。早めに捨てといた方がいいっすよ、それ。とりあえず、そば、勝負しました、ウケる。多分、一回歯磨いといた方がいいかもしんないです。なんか今日さ、ケツァリ一匹も出ないくせに、絶好調なんだけど、奥歯が。動画タイトルを犠牲に取りたくおしょうが。確かに。最近、内容とタイトルが一致しません。多分みんな何を言ってるか分からないと思うが、俺も何が起きたかよく分からない。ちょっと待って、これ200ぐらいガソリン使ったんだけど、ケトルが一体も見つからないってどういうことこれ。やばいぞ。やばくね、あのエンバー。お前20回色最高やったのに、うわー、お腹緑って。え、チャリって、ああ、なに？ああ、びっくりした！あべ、あば、あべ来た！あべ来た！今コメント読んでたらなんか、ボワーってか聞こえて。めっちゃ焦った今。ばっか。焦った。今めっちゃびっくりした。もう絶対許さん、あいつ。お前俺の超級覇王ねえだのかましてやろう。よし。俺は自分がつけるより、オリンピック選手につけた方がいいんじゃないかと思ってます。いいよ、沙織ちゃん。かっこいいよ、沙織ちゃん。返してくれ。カワウソつけてみるか、カワウソ。ああ、はいはい。ああ、はいはい。これ、あざといですね。あざといですね。これ、ハロウィンで、私、ちょっとキモいの装備してみた、みたいなあざとい女ですね、これは。ああ、これ、あざといですね、これ。ちょっとね、俺、堂々マスクは外そうかと思ってます。なんと、俺、ホッケー選手になれるかもしれない、これ。やばい、これ目が赤いからさらに怖い。あ、髪丸めた、急に。処置満喫するジェイソン。あ、確かにね。完全に夏のバカンスの服装だよね、これ。砂浜にいるよね、これ絶対。海外とかのね、リタイアした人が行くとこ。せっかく骨スキンもらったから、クリスタルワイバンで行こうかな。ちょ、色変身させまーす。お、なんか黄色くなったよ。黄色くなったとこ、申し訳ないんだけど、ちょっとスキンを。トロピカルのさ、このキャンディーで速度上がるのマジ強いよね。あー、キャンディーの意味がなくなった。オッケー、レッツゴー。そのフォルムでどうやって風を感じているのだろうか。確かにね、こんなスケスケで浮力全然お前得れないだろ。そんなことよりさ、ケツァルって生息域ここだったよね。俺はここでよく見てたよ、ケツァルを。おかしいな、アイルズであんな出たじゃん、みんな。どうしたの？恥ずかしがってないで出ておいで。その大した問題じゃないよ。顔面に麻酔薬ぶっ刺されて、強引に口の中に肉入れられて、強制的に働かされるだけだから、そんな大した話じゃない。全然ライトでポップな話だから、全然大丈夫。安心してついておいで。大丈夫だから。いやでもまあ今日はスキンがフィーバーしたからな。めちゃくちゃなフィーバーの仕方したからな。実は結構俺、満足感得ております。ただちょっとカリコボス戦の時絶対ケトルはなんかノーマルカラーでやったら後悔するからつまんないと思うから、楽しいやつでやりたい。空島拠点みんな警備手薄なんだ。 PVP のことぜひ乗り込んでみてください。捕まれないから楽ですよ。楽しそう、めっちゃ楽しそう。 C4 とか置いて爆破して。あ、いた！いた！今日初めての！今日初めてケツァル！ 55。 ハロウィンイベント最終日、ケツァル探索に苦戦する KTR 一行、そこに現れたのは色鮮やかなケツァルだった。次回、静止した過去の中で